はい、今日はですね、オートバイの引き起こし動画、今回は第2弾ですね。なんとツイッターで募集したところですね、19歳のゆずさんがですね、来ていただきました。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと彼女はですね、19歳にしてすでに大型乗りです。はい、もうで身長151センチでしたっけ？3センチですね。あ、すいません。152センチなんですけども、3センチ、すいません。3センチなんですけど、わざとですよ。3センチなんですけども、一般的な体格から言うとですね、背は低い方だと思います。はい。で、体重もですね、先ほど実は聞いてるんですけども、かなり軽いですよ。はい。だから皆さん、こうしたですね、昨日は160センチだった。今度は152センチの人でもですね、オートバイの引き起こしができるというようなことを証明していきたいと、チャレンジしていこうと思います。もうすでに彼女は教習所をクリアしてます。これから挑戦しようと思っていらっしゃる方、自分どうだろうと、思ってらっしゃる方にとっては結構ね、希望の星なんじゃないのかなというふうに思います。ところでなんでバイクに乗ろうと思ったんですか？映画ですね。映画、はい、皆さん映画って何の映画ですか？分かんないです。分かんないです。小学生の1年生、はい、2年生ぐらいで見た映画なんで、はい、分からないです。お父さんもバイク乗るんですよね。はい、すごいな。世の中のお父さん羨ましくないですか？娘と一緒にバイクに乗れるなんて最高ですね。最高ですね。最高ですね。やましいな。お父さんありがとうございます。変なことしませんのでよろしくお願いします。はい、じゃあ早速やっていこうと思うんですけど、まだ何も実は教えしてないです。とりあえず倒しますので起こしてみてください。でわざと失敗しなくていいです。本当にいけそうだったらいて構わないんですけど、よいしょ。はい、どうぞ。すげえ、一発だ。すごいです。ありがとうございます。完璧ですね。皆さん今のやり方なんとなくやったと思うんですけども、すごく彼女はうまくバランスをとってですね、起こしました。じゃあちょっと私もやりますね。こう倒してからですね、今こことここ持ったと思うんですけども、今非常に良かったのが彼女の足の曲げ方なんです。はい、何がいいかっていうとですね、人間スクワットでも何でもするときに完全にしゃがんだ状態からの瞬発力っていうのは非常に弱いです。この状態から上がるのって結構力かからないんですね。でも膝がある程度伸びた状態、ちょっと伸びた状態、この辺からフンってやるとかなりのパワーが出ます。でさっき彼女がですね、引き起こした時に一般的にですね、よくやっちゃう間違いがこうやっちゃうことです。上がんないよ上がんないよってやっちゃう。でそれをちゃんとこう彼女こう足をフンって踏ん張ったんですよね。であと昨日からやってますけども、今起こす時にちょっとズルズルって動いちゃいました。なんとかしちゃいましたけど、それは結構すごいんです。でズルズル動かさないためにですね、ホワイトベース推奨のこのこれ北海道から買ってきたですね、貝紐です。貝紐、ホタテ貝の貝紐なんですよ。これおいしいな、おいしいな。シーンなんですけどもゴムをですねこうつけてやると前輪がロックされますので、ズルズルいきません。でね、こういうね色気のないゴムじゃなくてもいいんですよ。ここにちょっと買ってきたんですけど、こうヘアゴムね、女の方だったらみんな持ってるこのヘアゴム、こう手首からピッて取ってですね、彼女もきっと持ってるしてますよね。ほら、あ、違ったー、なんか違うのついてる。ヘアゴムをこうね、こうやってやる。これでも前輪がロックされます。はい、じゃあこの状態でもう一回お願いしてもいいですか？皆さん、じゃあ彼女のね、フォームが見えるように撮ってもらって、先ほどの解説をですね、頭に入れて彼女の起こし方もう一回見てください。
ありがとうございます。素晴らしい。左利きですか？右利きですか？はい。あの足をどっちを前にしたらいいっていうのはですね、その人その人のやり方があると思うので、楽な方、力が入りやすい方やってください。あの片方の足がですね、こう伸ばすような感じで今力を入れてたと思うんですけども、これすなわちコツです。あの昨日の動画で僕は言ってなかったんですけどもね、申し訳ない、はい、すごいですね、軽々ですね。いやいや、なんかスポーツやってましたか？何もやってないですか？なんかあ、そっか、すごいな、これが若さか。あまりにあっさりなんで、なんかもうちょっとなんかやりたいな。あ、じゃあぜひ、はい、これから免許を取得しようとしているですね、同じぐらいの身長の方にこうまたがった時にこう足つきのコツなんかを見せてもらえないですか？全然ダメですか？よいしょ。熱い、目に汗が入る。あのバイクまたがれないとダメなんですね、足がつかないと。で、じゃあ普通にこう乗る感じでこう信号待ちで停車した感じをイメージしてまたがっていただけないでしょうか？あ、でも全然普通に行けますね。あ、でもちゃんとつくな。一応400ぐらいなら。はい。何個抜けば。なるほど。教習所でもあんこ抜きのバイクありました？そうですね。あ、なるほど。CB なら。はい。あ、教習、あ、すみません、皆さん、あんこ抜きっていうのは、シートのベースを少し削ってですね、足つきを良くしたもののことを言うんですけども、それを用意してある教習所があるって、今日僕初めて知ったんですよ。で、彼女が行ってた教習所も、割とそういうところだったらしい。でも、7班の方はなかったんですよね。7班はなかったです。7班はなかったですよね。ちなみに、こいつも一応、あんこ抜きはしてないものなんですけども、身長152センチでしたっけ？あ、3センチですね。すいません。153センチでもですね、足しっかりつきます。これ別に厚底ってわけじゃないですね。厚底じゃないですね。普通のブーツですもんね。はい、両足、あ、結構つくな。割とこの親指の付け根のところまでは。ついてる感じですよね、はい、お尻特にこうずらさなくてもいけますね、これ。大丈夫ですね、すごい。おそらく152センチでこのぐらいつくっていうことはですね、140センチ台でもなんとかなるはずなんです。どなたか140センチ台の人で挑戦してくださる方が いらっしゃいましたらですね、ぜひお願いします。これから免許を頑張って取ろうと思っている、女性の方、もしくはこう体格や体力に自信のない人たちに向けてちょっと一言お願いしたいんですけども。やればできます。素晴らしい、やればできますです。はい、ありがとうございます。ホワイトベースではですね、教習車を使ってですね、オートバイの引き起こし、もしくはですね、このようにこうまたがっていただいたりとか、そうしたことに挑戦していただいて、こう動画に出てもらってですね、これからオートバイの免許を取りたいな、私じゃダメかも、僕じゃダメかもっていう人たち のためにですね、何かこうなんか力になれることをやろうと思って頑張ってます。今のところですね、体力と体格に自信のない女性の方、年齢は問いません。彼女、ゆずさんみたいにですね、動画に出演してくださる方がいらっしゃればですね、メールの方でご応募ください。僕でツイッターでちょっとつぶやいただけで来てくれたんですよ。ありがとうございます。本当に帰りお土産をお渡ししますんで、はい、ありがとうございます。というわけで、もうなんか難なくクリアな、まあでも彼女は結構特殊かな、わかんないけど、でもこけまくってきっと努力をしたんだと思います。はい、なので皆さん、練習すればなんとかなります。はい、教習所でバコバコバイクをこかしましょう。バコバコこかしましたよね。こかしました、こかしましたよね。 2,3 台廃車にしてやりましょう。はい。というわけで、どうもどうもありがとうございました。ありがとうございました。